前なんで今日呼ばれたか分かってるか。はい、なんですか。はい、今度の4月の14日のシークレットベースの横浜にぎわい座大会に、まあ俺ら調子乗ってさ、シークレットベースさん、まあ清水くんにあのビデオ送ったわけやねんけど、そこの清水くんの回答が、要はお前がシングルを申し込んだわけやけど、はい、そのシングルの対決申し込んだ部分が、あの向こうからの回答はぶっちゃけで言うたらノーや。何ですか。正直まだ何の実績も残ってへんところで、お前をそのお前とシングル組むっていうところが、まあいろんな大人の事情もあって、試合数の関係も兼ね合いもあって、まあ相手方にっていうか、まあ清水君に何のメリットもないところではシングルは組まれへんっていうことや。だからまあちょっと今回は諦めでいこうかなって思ってんねんけど。いや、清水さんとシングルで組んでください。ちょっとそれはなんか、なんや今日はどないしたんや今日は。なんかそれはちょっと無理だぞ。お前がなんかそんなやる気のある顔にしてもちょっと無理は無理やぞ。それでもやらせてください。じゃあ無理。いや清水さんと、いや無理、シングル無理、今回だけはちょっと我慢してくれな。せやけど、その代わりな、まあいろんなことも俺も考えてへんわけじゃないからな。それに、まあ、お前が清水君をの首を狙うっていうことはわからんでもないしな。この前、まあ、ベア福田とやって清水で、俺が一番恐れてんのは清水君とやった後に次どこに行くんかなと思うとんやけど、まあ、それも含めて今回はちょっと清水君とは無理やな。それだけはちょっと理解してくれな。せやけどな、絶対どっかでいろはの興行で清水君とは組むから、今回はちょっと諦めてくれ。